はい、どうもひこまです。前に購入した軽い折りたたみ傘、とてもいいのでちょっと大きいバージョンも買ってみました。ほんとね、超軽いんですよ。何も持ってない感じです。それは大げさですけど、いやでも実際そんな感じです。そして丈夫です。ただね、これは何はね、ちょっとサイズがちっちゃいってことかな。人一人分ぐらいはねカバーできるんですけどね、もう少し大きい方がいいなってことで今回こっちのちょっと大きめなのを買いました。最初に購入したのはこの骨が50センチバージョンで、こっちは55センチだそうです。微妙なんですよね。どうせ違うサイズを出すんだったらね、もう少し大きくしてほしかったですね。そうすると無理が来るのかもしれないです。これは限界なのかもしれない。ほんと先に購入したものと同じぐらいなんで、未だに同じものが送られてきたんじゃないかっていうね、半信半疑です。ちょっと測ってみましょうか。こっちもね、袋あったんですけど、袋なしで測ります。 86g です。こっちは袋とタグがついてますけど、これを測ってみます。 100g いけば大きいバージョンです。あ、いってますね。 107g、 大きいバージョンです。間違ってなかった。もうこれに比べるとちょっと重さを感じるなっていう感じです。当然ですけど、1週間ごとにねセールがあるんで、その時ちょっと安くなるんで、その時に購入するのがベターです。急いで手に入れたい場合はね、そういう余裕がないですけど、余裕があればセールを狙った方がいいです。木沢、これでも常にバッグに入れていても大丈夫ですね。袋はね、前も紹介しましたけど、私はこっちを使います。600円ぐらいで買えます。ここがマイクロファイバーなんで水を吸い取ります。なもんでこれに入れてバッグの中に突っ込めます。私はこれとこれはセットかななんて思ってます。これが重いんじゃないかっていう話、どうだろう。これは 43g です。まあそんな大したことないですね。ではちょっとね、開けてみます。ここで開けるのはちょっと無理そうですね。外で開けましょう。この辺も取っちゃいます。タグも取っちゃいましょう。ちょっとカバーとタグを外した状態で測ってみます。 103g ですね。 Amazon に書いてある通りです。 103g がだいたいどれぐらいの重さなのか、単三電池4本分です。これがバッグの中に入っていると思ってくんね。ちなみにこっちの 86g だと、まあ、単三電池3本分ぐらいです。こう考えるとね、この差は結構でかいですね。こう縦にしてもね、ちょっとしか違わないです。ではちょっと外で広げてみたいと思います。では実際に広げてみたいと思います。まずは50センチから。こんな感じです。人一人分なんとか防げればいいかなという感じです。ではでかい方、55センチ。持ち手が1段、2段伸びて広がります。持ち手は2段伸びますね。ここが元ですね。で、止めるところはこんな感じです。結構しっかりしてます。50センチを使ってみた感じで、ね、いい感じでした。これも大丈夫でしょう。結構ね、しっかりしてます。では閉じてみます。こんな感じです。では最後に50センチと55センチを開いて比較してみます。あ、気持ちでかくなりました。まあ気持ちですけどね。うん、この5センチが大きいんだと思います。もうちょっと差をつけてほしかったなって気がしますけど。というわけでね、これからちょっと55センチを使っていきたいと思います。